大幅にレギュレーションが変更され、グランドエフェクトが復活した今シーズンの F1 マシンは、とにかく巨大で重く、過去最大、最重量のマシンになりました。最低重量は798キロ。言い方を変えれば、約 0.8 トンと、とんでもなく重いレーシングカーなのです。これにより、本来の F1 マシンにあるべき機敏さはなくなり、タイムこそ速いものの、ハイブリッドパワーユニットが導入される前と比べ、あまり速さを感じないという方も少なくないのではないでしょうか。実際ドライブしている F1 ドライバーも、マシンのこの大きさ、重さを決して好んでいるとは思えません。今回は、F1 マシンの重量について考えてみました。今後導入が噂されている F1 マシンの軽量化はうまくいくのでしょうか。今年2022年からの新レギュレーションについて、空力の記載、レッドブルのエイドリアン・ニューウェイはこう語っています。新たなレギュレーションは、オーバーテイクの可能性を上げるため、多少の助けにはなると思う。以前は600キロほどのマシンに30キロから40キロのバラストを積んでいたが、わずか数年でマシンは800キロを超えてしまった。我々は皆、最低重量に近づけるために狂ったように作業をしている。この間違った方向性は一般的な自動車業界と同じだ。一般車もより大きく重くなっており、バッテリーで走るのか、ガソリンで走るのかということばかり考えている。最大の問題は、エネルギー源が何だとしても、車を動かすのに、どれだけのエネルギーが必要かということなんだ。そして安全性についても、マシンが重ければ重いほど、さらに強化する必要があるんだ。このように、数々の名車を生み出してきたニューウェイからすれば、現在の重量化されたマシンのメリットは極めて低く、これだけ多くのデメリットがあると苦言を呈したのです。今から4年前の2018年に F1 のマネージングディレクターを務めるロス・ブラウンはこう語っていました。近年の F1 マシンは年々鈍重になり、今やまるで耐久レースのマシンに近づいているみたいだ。我々は今、2021年以降のレギュレーションを検討しているが、そこには必ずマシンの軽量化という方向が打ち出されるだろう。このロス・ブラウンの発言とは裏腹に、結果的に2018年から58キロも重くなっているのが2022年の F1 マシンなのです。個人的にまるで政治家の選挙の時の公約のように感じてしまいました。こういう時の必ずって絶対ではないみたいですね。現在各チームは最低重量の798キロを目指すために試行錯誤しています。その一つが、可能な限りマシンのカラーリングを剥がすことで、さらに猛暑の中で開催されたマイアミグランプリでは、マクラーレンのリカルドは軽量化のために十分な量のドリンクを搭載していなかったため、脱水症状に見舞われたと語っています。さらに、先日のモナコグランプリでは、ハースのミックのマシンが真っ二つになってしまいましたが、あれもマシンが重くなったことで、衝撃エネルギーが増えたことが原因ではないかと言われています。これを考えると、ドライバーの危険性で言えば、昨年よりは確実に上がっているのではないでしょうか。これまでの流れだと、さらに安全性を確保するために、マシンを強化し、結果的に、また重量が増えるということにつながるかもしれません。もちろん安全性は最も重要ではありますが、それにより、さらに重くなることだけは避けてほしいと思います。では、具体的に何が重くなっているのでしょうか。F1 は2014年から現行のハイブリッドパワーユニットが導入されていますが、その前年の2013年の NA エンジンの重量を見てみましょう。ダブルタイトルを獲得したレッドブルが搭載していた、ルノーの RS27、2013は約95キロでした。2014年からは ERS を含めたパワーユニットの最低重量が145キロに定められたので、エンジンだけで50キロも重くなっています。2015年にはさらに10キロ重くなり、
2017年にはマシンの巨大化により26キロ増え、2018年からは頭部保護デバイスのヘイローの導入でプラス6キロ、2019年と2020年はさらにプラス9キロずつ増え続けてきました。2021年からはパワーユニットの最低重量が145キロから150キロに引き上げられ、今年2022年は前年から46キロ増加の798キロが最低重量となったのです。その内訳を見てみると、新たに導入された18インチのホイールが1本につき約4キロの増加で、4本で計14から16キロほど重くなっています。さらに日本の BBS の美しいホイールを隠しているホイールカバーも4本で10キロ前後の重さがあると思われます。ピレリによると、このホイールカバーが想定よりも重かったみたいなので、正確にはわかりませんが、そこそこ重さはあると思います。また、フロントタイヤ内側のフィンも、一つにつき数キロの重さがあり、安全面などの対策を含め、前年から計46キロの増加になっているのです。単純にこれらのパーツを取り除けば、手っ取り早く軽量化ができると思ってしまいますが、このホイールカバーやフィンは乱気流の発生を防ぐ目的で義務化されているので、軽量化のために簡単に外すわけにはいかないのです。もし外した場合、昨年のように前のマシンに近づいて走れないとなったら、新レギュレーション導入の意味がなくなってしまうのです。では F1 マシンの軽量化は完全に手詰まりということなのでしょうか。2021年の末には、2026年からの新パワーユニットから MGUH の廃止が各チーム合意のもと決定しています。開発が非常に難しいと言われる MGUH は、排気ガスを電気エネルギーに変換しエンジンの出力を上げる重要なシステムですが、レギュレーションでは最低重量が4キロと定められています。つまり MGUH の廃止では5キロ前後しか軽量化できないことになります。18インチのホイールはフォーミュラEに合わせたとも言えるので、今後の軽量化のために13インチに戻すことはないと思われるので、ホイールカバーやフィンが不要になるようなグランドエフェクト廃止などマシン全体の構造変更が求められるのではないでしょうか。とにかく現状の約 0.8 トンというマシン重量がこれ以上重くなることはなく、マシンの大きさを含め今後少しずつでも縮小化、軽量化され、最終的に600キロ台になれば、今まで以上の素晴らしいバトルが見られるかもしれませんね。 F1 の CEO を務めるステファノ・ドメニカリは、2026年の新レギュレーション導入に向け、マシンの縮小化と軽量化を目標に掲げていますが、先ほどご紹介したロス・ブラウンの二の舞にならないようにしてほしいです。個人的に F1 は長期にわたり変わらないレギュレーションが理想だと思うので、持続負荷の現行マシンではなく、今後できる限り長く持続が可能な新レギュレーションを検討してほしいと思います。カーボンニュートラル自体もなんだか雲行きが怪しくなってきた今、もしかしたら F1 のパワーユニットも軽量化できる可能性はあるのではないでしょうか。これから仕様が決まっていく2026年からのパワーユニットがどうなるのかに注目したいと思います。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみんと。